はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はダウンホール11のリプレイをね、こちらね、皆さんと見ていこうと思います。かがちゃんの、ケースケリッキの、ケースケです。ポン！ということで、なんでまたダウンホール11かって言いますと、今ね、ダウンホール11の、海外でね、大会がね、行われておりまして、で、そこでね、まあ、今年の日本、クラクラ世界選手権、優勝したね、日本チームのクイーンウォーカーズたちがですね、出場の、クイーンウォーカーズのメンバーが出場しておりまして、で、かつ、兵器なしで全開、取りまくってるんですよ。なのでね、今回ね、そちらのね、リプレイで結構ね、もう海外 YouTuber がね、めっちゃ動画に出しまくってて、俺もね、やっぱね、取り上げなきゃいけないなって思ったんで、今回ね、そちらのリプレイをね、見ていこうと思います。なので、クラクラ動画毎日更新しておりますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいますと、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを借りしての先行プレイ動画とか、あとはチャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、クイーンウォーカーズたちのタウンホール11の攻め見ていきましょう。レッツゴー！はい。では、まず一人目、なんか、オーキートーキーっていうね、名前でね、出ているらしいんですけども、まず一人目、ホライズン、赤、これ、確かに、ね、スタドラ選手だったかな。スタドラの、攻めだったと思います。確か、ホライズンが確か、スタドラだったはず、確か。これ間違っていたら、申し訳ございません。のアタック見ていきましょう。編成がね、クイヒーの、これなんだ、ペッカボーラーですね。クイヒーペッカボーラー編成と。なっております。いや、兵器なしはね、俺ね、もう突破兵器でてか、ダウンホール11とか、兵器なしで攻めたことがないんで、難易度的にはちょっとわからないんですけど、まあ、結構難易度、高いと思います。やっぱり兵器ってほんと強いんだなっていうのがわかりますね。まずはこう、ペッカボーラーとクイヒーをね、合流させていってあげて、で、ジャンプを打っていってあげながら、反時計回りで回していくみたいな、そんな感じのね、攻め方になっておりまして、まあ、ペッカスマッシュですね。となっております。でね、インフィタバーもね、なんかね、この11の大会とかで見てると、結構ね、シングルインフィタが多かったりとかして、やっぱりね、ウッドランチャーとかがないんで、まあ、天才ゴレネクロ、タウンホール11の最強戦術といえば、自分はもう天才ゴレネクロだと思うんですけども、まあ、ネクロ系のね、編成がね、ウッドランチャーがないことによって、ちょっとシングが悪くなったりとかするっていうので、まあ、ネクロマーサーで来ることがね、そんな多くないだろ、ないだろっていうので、結構ね、こういった、ペッカボーラーとかね、そういった対策に、シングルインフィタワーがね、あったりとかしてね。で結構ね、面白いです。海外 YouTuber たちもね、こぞってね、タウンホール11の、こちらのね、イベント大会のね、動画出してますので、ぜひぜひ11の方は、興味がある方ね、ぜひ、お試し、見てみてください。そうですね。あと、そう、意外とね、なんか、キングとかクイーン、タウンホール15の本垢持ってる人、がね、だったんで分かると思うんですけど、サーバーかなんかでやってると分かると思うんですけど、意外とね、なんかキングとクイーン伸び悪いなーとかってちょっと、思ったりします。結構すぐ死ぬなーっていう風に、思いますね。それがね、やっぱちょっと違うところ。まあ、11になると、やっぱりペットとかいないんでヒーローのね、伸びも悪くなったりしますよね。で、なんですか、あ、そう、スタドラ選手のうまいところね、このちょいホグ数体持ってきてて、気づいてる人いましたかね。こう、ターゲットを取ってんのを見て、ちょいホグでどんどん防衛室を削ってってあげるとかもうまいなって思ったんで、まあ、タウンホール9とかさ、の攻めとかでよくやってましたよね。よくやってましたね、自分もちょいホグとか。そういったね、テクニックが垣間見れるのが嬉しいですね。さあ、続いて、星さんのアタック見ていきましょう。星さんどんな攻めするんだろうかなって思ってね、見てびっくりですね。タウンホール11でも、はい、スケルトンレイジインビジブル、ですね、やってみました。星さんはね、クラクラ世界選手権で、こちらのね、編成でタウンホール14ね、前回取りまくって、で、まあね、世界選手権優勝したんですけども、11になっても、11になってもじゃねえや、11でも、やるんだっていう、新しい驚きがありましたね。はい。なので11でも、こんな風にね、スケルトンレイジインビジブルで、クランの城と、あと主要施設何壊したかな？インフィアを折ったかな？真ん中、インフィアタワーを折ってってあげて、まあ、ラバルのルートを作っていくっていうね、攻め方やってました。で、あとそう、ちょっとね、この後ラバル回していくんですけど、星さん。ね、さっきのヒーロー意外と伸びないなっていうのと、もう一つね、思ったのが、意外とクロスボウ硬えなっていう、タウンホール11、
とかになると。前回難易度的にはね、まあ下がってるとは思うんですよ、昔よりかは全然。なんですけどね、やっぱクロスとかってほんと勝てんだなっていうのがね、見てて思いますね。見ていきましょう。まあ昔と比べてタウンホール11、まあ兵舎の数減ったし、まあペッカとかボーラの HP が上昇したんで、難易度的にはね、少し下がったと思うんですけれども、まあそれでもなんか難しそうだなというふうに思いましたね、見てて。はい、はい、こちら。はい、クロスボウが残ってます。なんかね、結構やっぱクロスって硬えなって思いましたね、11クロス。はい、ちょっと壊すに少し孫ついてんの分かりましたかね。こんな風にちょっとね、孫つくんすよね。で、まあ、ここからアバル残し、回していくんですけど、ちょっとね、危うく、上のね、インフィオタワーがね、残りそうになったんで、すかさずフリーズと、ヘイストをね、落としていってあげて、で、これでもう怖いものが、まだ結構ウィズ島とかね、あったりとかするんで、タゲ取り用の、バルーンとかね、手元に残してって、しっかり様子見ながら投げていっていってのが、やっぱり、うまいですね。さすがの、対応力。で、はい、これですね。そろそろね、ラバルたちがね、ウィズ島に当たってくる、前にバルーン一体出してって、これでターゲを取ってあげて、で、ラバルたちをね、安心安全に回していくっていう攻めとなっております。あー、最終的にちょっと落ちちゃって。バルーンたちが、あー、ウィズ島、これ、対空爆弾出なくてよかったっすね。はい、ちょっと怖かったんですけども、前回といった感じでね、星さん11でも、11でもやるっていうのが、ちょっと見てて面白かったですね。で、続いて、クラウスさん。クラウスもね、アタック見ていきましょう。クラウスもね、インビジスケルトンやってましたね。はい。こんな風に。あ、今回コウモリも入れてるか。コウモリも入れて、インビを落としていくっていう、攻め方になってます。結構やっぱ、やることは、みんなラバルとか得意なことを11でもやるんだなっていう風に思いました。まあ、兵器ないからな。で、そう、あとね、ここのね、ウォーデンね、これ出し間違いかな。出し間違いなのかな？いや、わかんない。ちょっとクラーズ、もう頭おかしいんで考えることが、もうほんと、やることが、ちょっと解説できないんで、あれなんですけど、これも、トームは、あ、これ HP がやばかったか、普通にオートでトーム出ちゃったのか。これ、どっちなんだろうな。どっちなんだろう。間違えて出したのかな？狙ってやってんのかな、これ。いや、にしてもだな。でも、仕事量として、ウォーデンこれ、これ、ババキンができたババのライフオーラでバババをさらに伸びさせるとか、そういう狙いなのかな？これ、まあ、出し間違いだとしたら、ね、ウォーデンなしで回していくってことになりますからね。どう思います？これ、出し間違いだと思います？それでも狙ってやってるって。思います？皆さん。どっちなんだ？俺わかんないっす。多分、出し間違いなんじゃないかな、というふうに。思うんすよね。なんすけど、まあ、ここからね、まあ、削りの方、ヒロパート終えたので、ラバルね、回していくといった、流れになっていきますね。で、今回ね、ヒーロー処理、アチャクイ処理、じゃあどうすんだっていう、思うかもしれないですけど、これね、まあ、スケルトンの呪文で、処理っていうか、スケルトンの呪文&パピーとかでなんか処理してんすよね。これもね、なんて言ったらいいんだろう。昔のスケルトンの使い方っすよね。スケルトンの呪文で相手のアチャクイ処理するとかって。あれです、昔ね、レイジースケルトン、ストライカーが出る前はね、スケルトンレイジでね、相手のアチャクイ処理してたんですよ。ラバルを回しながら、ついでにレイジを落としていって、バルーンとかの火力も上げつつ、スケルトンの呪文を落として、スケルトンレイジアチャクイを処理するみたいな、そんな感じがね、結構多かったんで、なんか昔ながらの、なんか昔の、こう、アチャクイ処理、まあ今でもこういう風にね、やってる人全然いるんですけど、なんか懐かしいなって思いましたね。ストライカーいないと、やっぱりこういう風に処理するんだっていう。で、懐かしいな。ああ、確かやってたっていう風に思いますよね。はい、なので、こういう風に、ウォーデンは出し間違えたのか何なのかちょっとわからないんですけども、全開ですね。で、ラストにガックンですね。ガックンのアタック見ていきましょう。編成が天才ラバルですね。やっぱりみんなラバルやりますね。まあ、そっか。兵器登場前も、タウンホール11ね、突破兵器登場前も、みんな結構やっぱ、タウンホール11の前回戦術といえばラバルみたいなところありましたんで、やっぱやりやすいんですよね。なのでこれもライトニングエイクで真ん中のインフィを折ったのかな。折っていきつつ、まあ、キングとクイーンでラバルのルート作り、ああ、早いですね。もうヒーローパートスタートさせてます。で、さらに今回もスケートの呪文、あ、積んでますね。はい、アチャク処理どうするんだろうと思って呪文編成みたいなスケートの呪文で、今回もアチャクをね、処理していくっていう流れになります。これ、ポイズンも、あ、援軍とかも、あー、なるほど、ラバムシの形、あ、ラバムシの形も取っていく。いやー、すごいな。
なんか懐かしいが詰まってますね。自分がタウンホール11だった頃、まあ今11の人も やってるとは思うんですけど、俺が11だった頃よく見かけてたような。はい、スケートの呪文でなんか気づいた。アチャクイを処理しつつのラバ処理は、あ、今3時の方向でアチャクイがやってますね。やってるっていう流れですね。いやー面白いな。なんか新鮮です。逆に新鮮。久しぶりに見れたんで新鮮ですね。で、スケート自慢一発余ってたの、今このアーチャー束の価格に落としてタゲ取ったりとかしてたのもちょっとやっぱ上手いなーって思いましたね。はい、で真ん中にイーグル砲が残ってしまっていたので、ちょっとバルーンをね後出して出していきつつ、さあこれでバルーンたちがどうだ、これ落とされる、落とされそう、どう、いや、ウォーデンが頑張ってくれて全開ですね。はい、なのでね、皆さんも11の皆さん、まあ、真似できねえよとかって思う人いるかもしれないですが、まあ、これに兵器を足せば、皆さんね、タウンホール11の皆さんも余裕で全開できると思いますんで、ぜひぜひやってみてください。まあ、自分はね、タウンホール11のアカウントはね、未だにね、天才ゴレネクロ、ライトニングクエイクで、インフェルタワー2本とも、折っちゃってからのゴレネクロがね、未だに、やってますんで、まあ、正直、空回し苦手なんて、やろうとは思わないですけどね。ということで、今回はですね、ただいま海外で、ね、行われているね、タウンホール11の大会で、今年のカラカラ世界選手権優勝したね、クイーンウォーカーズのメンバーたちが出場しているので、タウンホール11の兵器なしでのね、クイーンウォーカーズのメンバーの攻め、こちらね、動画でお送りしていきました。いやー、自分ね、もう11兵器なしで攻めの、さすがにもう、怖いですね。難易度的には、まあ、それぐらいがね、ちょうど良さそうで、面白そうだな、というふうに思いましたね。はい。なのでね、こういうふうにクラカー動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方で、メッセージぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということですね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。